はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。今回はファミスタクライマックスドリームペナント5周目、続きをやっていきたいと思います。ドラゴンズとの3連戦ですが、その前に例によってファミラスを引いていきましょう。前回は金カードがね全然出なくて少し残念なファミラスの引き具合だったんですが、前々回は逆に大谷を引いたわけなんで、今回もねちょっと期待していきましょう。じゃあまずは投手の10連からです。もうね、お、金色カードが来た。若松か。なるぜ。できればね、金色カードの高レアリティなものが出てくれると、スタメンメンバーの入れ替えも考えようかなっていう感じになるんでね。もうすでに現有戦力で、だいぶ充実してしまってるんでね、ちょっと若松の出番があるかというと、少し難しいかなっていうところですね。じゃあ次、野手10連いきましょう。まあ野手ももうね、だいぶスターティングオーダーは固定化されて、おー、糸井だー、糸井が来た。恐怖の男、パーフェクトマン糸井。森は2枚目かな。ただ、糸井ですら、その入り込める余地がないほどに戦力が充実してしまってますからね。糸井の金カードとかだったらね、おー、畠山ね。いやー、畠山とか入れたいけどな。糸井、畠山。いやー、畠山入れたいわ。ただ、スターティングオーダー見てもね、一塁のメヒアのところに畠山というわけにはいかないですよね。で、外野を見てみても、うちの外野陣って、もうめちゃくちゃ強いんですよね。柳田、小井野、岡島。糸井といえども入り込める余地がない。じゃあ、かといって、その控えに入れておけるかっていうとね、もう PP を圧迫しまくってるんで、正直入れられないんですよね。ちょっと入れられないかな。控え野手見ても、もうビシエドのところに畑入れたいけどな。そうすると PP が足りなくなるから、高山を外しますか？高山を外して、代わりに畑？これでどうだ。盤石だろう。いや、より選手層が厚くなりましたね。村田のところだよな、三塁。村田修一、まあ悪いとは言わないけど、ファールフライとかにね、バッとダッシュで追いつけるようなダッシュ力のある、打って投げて走れて打てる、そういう選手が欲しいよな。さあ、ビシエドが落球してくれて、荻野が二塁に行きましたね。ボテボテの当たりは切れていきます。これは抜けていくね。よし。しかも変な動きをしてくれたおかげで荒木は難なく二塁にセーフで、自慢の3番から始まるクリーンナップですね。ここにね、その糸井といえども入り込む余地がないんですよね。やっぱりそれほどにうちの外野陣充実してるんですよ。で、ファーストのメヒアのところに畠山を入れるかっていうとね、メヒアの方がやっぱりバッティングはちょっとね、畠よりも火出てるかなっていうところありますか。おー、最後は剛速球、見逃し三振で柳田。まあもう説明不要の外野手ですからね。ここにも糸井を当てる余裕がない。
で、まあ、坂本に関して言うとね、もうショートは坂本固定かなというところなんで、やっぱりこうなるとここに今いる村田なんですよね。まあ、ちょっとゲッツーになりましたけど。お、そして今日の先発は大谷か。大谷前回勝利をつけてあげられなかったんでね、今回はただ初回に3点取ってるんで、大谷としても初勝利取れる可能性が高そうだな。荒木が追いついてこれで2アウト。まあ、ちょっとこういう言い方するとね、あのドラゴンズファンの方に失礼、あるいはドラゴンズ関係者に失礼ですけど、タイガースに比べるとやっぱり打線にだいぶあれがありますね。怖さがないですね。ありますねじゃなくてないですねって言った方がよかった。怖さがない。タイガースはやっぱり糸井に始まり福留、鳥谷、怖いバッターがね結構いましたからね。で大谷もここはヒットで出ますけどアウトか。で荻野ですね。荻野のあたりは三塁線を破っていきます。これで2ベース。もう 1,2 点取ってあげれば大谷の勝利は確実かな。ツーアウトランナー二塁で、さいやー、ここは剛速球は打てないな。剛速球を待ってたらね、もちろん剛速球を打てるんでしょうけど、普通のボールを待ってて剛速球が来るとちょっとスイングが追いつかないですね。ここはもう強振でホームランを狙っていく場面かな。ちょっと上がりすぎたかな。スタンドまでは届きません。平田が落下点に入ってスリーアウト。では2回の裏です。ビシエドからの攻撃。ここは空振り三振。まあ大谷が余裕で料理したって感じかな。これは入るか。平田のあたりは入らなかったか。危ない危ない。いや大谷はね、前回誰だっけ、梶谷かなんかに前回先発した時はサヨナラホームランを打たれてるんでね、ちょっとその時の怖さがあるけど、ワンアウトランナー三塁一塁。まあここはね、どの上迎えてますけど、なんとか0点で行ってほしい場面だな。よし、ツーアウトまでこぎつけて OK。 まあさすが守備の名手荒木で、メヒアからの3回の表の攻撃。メヒアの足でビシエドの肩、ビシエドの肩だな。これは柳田のあたりはちょっと当たり損ないかな。ライトがダッシュしてきて追いつきます。まあ、ただね、この後に坂本がいる打線で、坂本の後に村田がいる打線、さあ村田のあたりはどうだ、入るか。最上段のあたりですね。村田もね、しっかり仕事をしてくれてはいますよね。まあ、ゴリ押しで吉川の代わりに入れましたからね。ここは又吉の前に小林が2球で追い込まれて、切れていきますね。最後は落ちるボールに空振り三振。さあ大谷、初勝利のかかった3回の裏最終回の投球。森野の当たりは追いつくね。柳田、
今のこの緩急で振ってこないか、大島は。もう一球続けて空振り三振で荒木、ここはビシエドが落下点。途中ちょっと危ないシーンもあったかなという気もしますが、大谷翔平子が無難に初勝利です。2戦目にして初勝利。さあファミラスポイントももらって、ウファウファな感じで第2戦へと入っていきましょう。オーナー観戦試合だ。オーナー観戦試合は勝つとファミナスポイントが5000ポイントぐらい確かもらえた気がするんでね、まあ、確実に勝ちに行きたいところですが、今日の先発は一体誰だ。菊池雄星ですね。まあ、畑もね打席に立たせてあげたいんで、その勝利してる場面で回ってくれば代打畠山というのもありなんですけど、菊池はねスタミナがあるんでね。吉見の前に1番2番扇野荒木と倒れて2アウト。ここは岡島強振するも一塁線はファウルボール。これは入るか入るか、最上段への当たりですね。もう一伸びあれば入るかなっていう当たりがちょっと最近多くなってきましたね。メヒアの当たりはものすごい低い弾道で行きましたけど、今のもねもしファールじゃなかったとしても、もしかしたらフェンス直撃の当たり止まりだったかもしれないかね。さあメヒアはタイムリー2です。で柳田、ここが強振でいこう、強振でいってこの当たり、ただなんか逆にラッキーな当たりになりました。強振を全部使っちゃったんでね、ここからミート打ちでもう 1,2 点欲しかったけどエラーで救われた。で村田だ、仕事をしてくれ村田、してくれたね。さあ菊池の1回の裏立ち上がり、菊池はね球威があるんで、速球投げて、まあ落ちるボール投げて、たまに決め球スライダーを投げておけば、まあ無難に試合は作れるかなっていうね、そういう選手には仕上がってますよね。さあここは荒木を空振り三振。これはレフトの守備範囲ですね。で小林からの2回の表の攻撃、ここはうまく抜けてくれた。まあ、ここはね、菊池はそのまま送りましょう。まだ2回の表1回しか投げてないですからね。で1番に帰って荻野です。おっと、もしかしたらショートが取るかなと思って一瞬戻りかけましたが大丈夫ですね。荻野だったらこの辺りは三塁まで悠々セーフ。で荒木だな、これはいい当たりだけど切れていきます。これ2ストライクと追い込まれたんで、ちょっと変化球とかに気を取られてしまって、しかも荻野を戻し忘れるっていうね、ちょっと初歩的なミスをしてしまって3アウトになっちゃった。これはどうだ、
打たれた瞬間は行ったかなと思ったけど、まあ、ボールが高く上がりすぎた感じですかね。で、平田もね、パワー A、ミート A なんで、ちょっと警戒しとかなきゃいけない選手、打者ではありますね。じゃあ最後は落ちるボールで決めに行きましょう。空振り三振。福田もスキル発動してミート B、パワー A か。危険なバッターだな。さあ、ただ菊池の前に三者凡退で、3番岡島からの好打順でピッチャー岡田に変わってます。どうだ、これはいい当たりだけど切れていきます。最後は空振り三振。メヒアのこの辺りもちょっと上がりすぎなイージーなポップフライでショートフライに倒れてツーアウト。これはただどうだ、アウトになるね。柳田の足を持ってしまうとか、畠はまだちょっと立てないかな。おっと、取れないか。ちょっと目測は誤ったかな。どの上の辺り、完全に打ち取った辺りだったんですけどね。しっかりボールを最後まで見なきゃいけないっていうね、野球やってた頃によく言われてたんですけど、完全にもう目を離しましたね。落下点に入ったものと思って。よし、これで最後の1人にできるか。森野を打ち取ったので、1番に帰って大島洋平。大島は足が速いけど一塁刺してスリーアウト。さあ、オーナー観戦試合できっちり勝てたんで、これは5000ファミラスポイントもらっちゃいましょう。さあ、臨時でファミダスポイントもらったんで、ファミダス思い切って引いていきましょうか。しかも野手ファミダスが3割 B だって言ってるしね、これはもうファミダス引かない手はないでしょう。まあ、せっかくなんで投手のファミダスと野手のファミダスそれぞれ引いていっちゃいましょう。まあ、臨時的にね、なんといってもオーナーから直々に5000ファミダスもらったんで、まあ、2枚目金色カード保持の2枚目か、新たな金色カード、まあ、とにかく金色カードが欲しいっていうことだな。じゃあまずは野手10連です。スタンリッチ、さあ金色カード来い。あー、山中がちょっと入り込む余地ないよな。山中来ましたけどね。決め球は剛速球。じゃあ本命の野手、本命っていうかね、今回割引になってる野手サードで欲しいな。さあ、出ないか。出なかったかな、残念。まあ、カードでいうと木村が3枚目、銀次も3枚目っていうところですかね。あと細川が2枚目というところでした。じゃあちょっとね、ファミダスの引きは微妙だったので、まあ、出た選手には申し訳ないんですが、スタメンを入れ替えるまでには至らなそうなので、このまま試合、第3試合ですね、プレイの方を始めていきましょう。今日の先発は、
エース今村だ。先発投手、相手はバルです。ここはいい当たりすぎて荻野の足の一塁はアウト。荒木の当たりもライト平田が追いつきます。で岡島は、まあ、ストレートかな、きっちり捉えてフェンス直撃のツーベースで4番のメヒアを迎えるというね、得点圏に迎えてのメヒア。どうだ、これ岡島なしなら帰ってこれるでしょう。よし、で柳田もうまく打ちましたね。これならメヒアでも帰ってこれるでしょう。これは坂本は一塁へ送られてセカンドへの平凡な当たり。では今村ですね。追い込んだらフォークで三振。たまにねこういう緩いボールを織り交ぜると効果的ですよっていうね。これは一塁じゃないピッチャー強襲の当たり。荒木が出て、これでね、荒木が走ってくれたりするとね、すごく歓迎なんですけどね。荒木は帰ってきます。1点返されてしまって、ビシエドか。まあ、ビシエドもね、パワー A プラスあるんで、当たれば持ってかれる危険があるんで、確実に三振で切って取りましょう。で平田も結構怖いんですよね。って言ってるところで平田に逆転のツーランホームラン。平田はね、ミート A、パワー A 持ってるんで。さあ1点追いかける展開に変わります。2回の攻撃、村田はうまーく流し打ちして1、2塁間を破ってノーアウトランナー1塁で小林。まあ、ただこの後ね、今村のところでピッチャーを変えるかというと変えるわけにもいかないんでね、ちょっとこのまま攻めるしかないかな。ノーアウトランナー3塁2塁で今村ですが、まあ、スクイズするにはちょっと村田の足じゃとになっちゃいましたけど怖いんでって言ってましたけど、なんか結果的に一番いい形になったな。ショートへのボテボテの値。ノーアウトランナー3塁1塁で、ここは突撃させましたが三塁ランナーはホーム立ち合うと。この回勝ち越ししときたいですよね。5速球追い込まれてこれは落ちるよね。よし、ワンアウト満塁で3番岡島。これはゲッツーになるぞ。大丈夫か。大丈夫ですね。もう岡島の足が速くてよかった。もう当たり的には完全にゲッツー。よし、メヒアはきっちり勝ち越しのタイムリー。このあたりはね、4番の仕事をクリーンアップの仕事を果たしてくれますよね。で柳田もきっちり打ってくれると、これが2点タイムリーになってリードを3点に広げました。でここでバルデスは交代だな。ここはね、相手もセカンドはうちと同じ名手荒木ですからね。さあ2球で追い込んだらフォークで仕留めにかかりましょう。
お、岡田はそのまま打ちましたね。もうピッチャーのところでね、代打を出してきてもいいかなという場面でしたけど、もう試合を捨てたのかドラゴンズは、それとも控えの野手投手ともにいなかったのか、まあ、いずれにしてもラッキーはラッキーですね。さあこれで金カード柳じゃなくて畠山がようやく出番が回ってくるな。今村のところに代打畠山を送っていきます。うん、いい仕事した。うわー、荒木うまいね。今の当たりきっちり取って、しかもホームに投げる、しかもホームを刺す。荒木が打って荒木が取るっていうね。じゃあここは西村へスイッチしていきましょう。リリーフエース、ここはフォークを連投して、まずは大島を三振に、荒木はショートゴロで、3番の高橋周平ですね。最後は柳田が追いついてゲームセット。まあ無難に3連勝できたかな、ドラゴンズ相手には。じゃあキャンプまでプレーをして、今回はね終わりにしていきたいと思いますので、もう少しだけお付き合いいただければと思います。まあここは何でもいいかな、どうせすぐ終わるマスですからね。3回ぐらいしか多分サイコロ振るチャンスないんじゃないかなと。まずは田原を使ってカードをゲットしましょう。1枚、吉川光雄で、6を使うとイベントか FP か FP か、5を使うとFP かチャレンジか FP か。まあ、ここはじゃあ6だな。で、FP をもらって、もう次のターンでゴールしましょう。200FP。はい。というわけで、今回はドラゴンズとの3連戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、ヤクルトとの3連戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。